どうも、皆さん、サボです。今回はマインクラフトやっていこうかなと思うんですけど、最近ちゃんとマインクラフトやってないなと思ったので、普通にマインクラフトやっていこうかなと思います。マインクラフトはね、まずね、木を切ることが大事なんですよね。はい、ということで、石のね、ツルハシまで作ったんですけど、このマインクラフト、最近マインクラフトさ、1.17 のアップデート来たじゃないですか。それでね、新しく追加された機能があって、こんな感じのウィンドウがね、出るようになったみたいなんですよ。で、その中で、こちらにね、オートマインっていう表示があるので、こちらオンにしてみましょうか。そうすると、こうやって自動的にね、鉄の鉱石を掘ってくれる、機能がね、起動します。いやー、便利になりましたよね、最近のマインクラフトも。なんかさ、任天堂のゲームとかもさ、なんかこう、あれじゃん、元マリオとかさ、めちゃめちゃ難しかったけどさ、なんか最近のマリオとか、こう、クリアできない面とかあったらさ、勝手にこう、クリアしてくれたりするじゃん。最近マインクラフトもそういう感じになったんですかね。っていう冗談を置いてまきまして、いやー、今回ですね、チートすぎるマインクラフトやっていこうかなと思います。いやー、このチートすぎるマインクラフト、このね、シリーズ結構僕ね、もう、2017年くらいからね、やってる、シリーズで、もう4年くらいね、言っちゃえば4年くらいやってるよみたいな感じなんですけど、これね、まあ結構ね、この当時から、チートクライアントってやつを使えば、いいんじゃないですかみたいなコメント来ちゃうんだけど、チートクライアントなんか怖いなと思って僕使ってなかったんですけど、僕もうね、2B2T の動画でもう何も悪気もなくめちゃめちゃ使ってるわけじゃないですか。なんでちょっと今回はね、もうついに、本物のチートと呼ばれてる、こちらね、インパクトと、コナス、を導入して、今回ね、チートすぎるマインクラフト。ガチのチートすぎるマインクラフト。でね、僕結構このシリーズね、失踪しちゃうんですよ。なんでかっていうと、やっぱチートってね、結局つまんなくなっちゃうんですよね。なんで、ある程度の縛りをつけて、今回やろうかなと思って。でね、こちら、インパクトっていうね、チート。まあ、コナスにもあるんだけど、フライっていうのがね、入ってるんですよ、フライ。あった、フライト。こちらのフライトっていうね、チート使うと、こんな感じでね、空飛べてしまうんですよ。で、しかも、まあ、落ちちゃったら多分死ぬかな。落ちたら死ぬんだったかな。ああ、いや、食らいますね。まあ、これもね、落下ダメージが効かなくなるチートってのもあるんですけど、まあ、そこら辺、空飛んだりとか、ダメージが食らわなくなる、やつは、禁止にしようかなと思います。で、この動画の目標なんですけど、こちら、チートの他にね、モッドで、こちらのザ・トワイライト・フォレスト、皆さん知ってますか？めちゃめちゃ有名な、黄昏の森モッドと呼ばれてるモッドなんですけども、だこちらのモッドが最近アップデート来たのかな？みたいで、今回このね、黄昏の森モッドのラスボスを倒したら終わりにしようかなと思います。僕はラスボス討伐。で、なんかね、わかんないんだけど、ラスボス追加されたのかな？僕が最後にね、黄昏の森モッドやったのって、4年前、本当に4年前くらいだからさ、4年前って、黄昏の森モッドってラスボス作られてなかったんですよ。ラスボスいなかったらもうこの動画企画倒れなんだけど、どうしよう。ちょっと調べてこようか。調べるわ。ちょ、今調べます。はい、調べてきました。なんか、ラスボスね、いるらしい、はするのかな？なんか仮のラスボス未だにまだ完成してなくて、ラスボス自体。で、仮のラスボスっていうのがいるらしいんだよね。よくわかんないんだけど、そこが仮のラスボスってやつを倒したら終わりにしましょうか。僕、ちょっとネタバレちょっと嫌なんで、仮のラスボスがどんな感じのやつなのか見てなかったんだけどさ。仮のラスボスなのかわかんないけど、今回仮のラスボスを倒したら終わりにしようかなと思います。いやー、ちゃんとしたラスボスいないのか、もう、黄昏の森モッドってさ、一般に投稿されてからもう、早もう、10年くらい経ってるもん。あ、10年はさすがに持ったか。まあ、8年くらいは経ってると思うんだけど、未だにラスボス作られてないっぽいんだけど、あ、でも結構アイテムとか新しいアイテム、結構いくつか追加されてるみたいなんで、ちょっと楽しみですね。で、なんですけど、もうね、僕今ね、もうすでに鉄のツルハシ持ってるんで、ダイヤモンドをね、ゲットしていこうかなと思います。なんで、オートマインでですね、お得意のオートマインで、はい、入れます。そしたら、勝手にダイヤモンドを掘ってくれると思うんですけど、来た。あー、大丈夫か。これで掘ってくれます。おっと、ちょっと待て、やばい、死ぬ。やばい、
死ぬ死ぬ死ぬ。よし、危ね危ね。危ね。放置してたらスケルトンに殺されるとかあったけど、なんとかダイヤモンド全部ゲットしたかな。何個ゲットできたかな。今、トイレ行って顔洗ってきたんだけど、27個ゲットできてる。最高。待って。でもめちゃめちゃ敵いるんじゃないか、これ。で、これはね、フリーカムっていうチートを使ってこうやって見ることができるんですよね。はい。お。いなさそう、敵は。これどうなってんだ、これ。どうやってここまで来たんだ、これ、サバさん。どうやってここまで来たんだ、マジで。よし、戻ってきましたけども、僕が置いた、なんだろう、作業台とさ、かまどの場所を完全見失ったけど、あ、でもお花畑があるわ。待って、これ今夜か。めちゃめちゃ今明るいけど夜なんだよな。ちょっとライトを消してみるか、今。ライト消します。くれーめちゃめちゃ暗いが、ちょっと、お花畑、あ、見つけたのはね、マジでね、いいと思う。お花畑って何でもいいんだっけ？これね、黄昏の森に行くためにはね、お花がね、9個だっけ？9個必要だったと思うんで、ちょっとこの赤いポピー、赤いポピーでしか作らなかった気がするんだけど、ちょっと赤いポピーを、9個ゲット、まぁ、ちょっと余分にいっぱい取っておきましょうか。はい、ここにいてもしょうがないんで、適当にこんな感じで拠点作りました。はい、これ拠点です。この2つのブロックが。はい。で、まずは、ピッキーの、とりあえずダイヤモンドの装備全部作ろうぜ、ダイヤモンド装備。足だけねー。くっそー。足の装備だけ。ああ、足だけない。もう靴下履いてない人みたいになってるけど。まあでもいいだろう。とりあえず、あとね、そう、水が必要なんだよね、水。なんでバケツ2つくらい作って、と思ったら、バケツも作れねえじゃん。待って待って。取って、水汲んできます。よし、これで、ああ、ダメか。これで、無限水源作って、これ、ちょ、これでいけるか。よし、いけた。で、これでだよ。赤いポピーじゃなくてもいいのかな？一旦お花をさ、こうやって周りに、こうやって、消えます？植えてきます。で、植えた状態で、これでダイヤモンド投げると、はっ！来た！あ、行って！は？は？待って。ねえ、戻ってきたのはいいけど、どこで死んだっけ？あ、でも、お花畑は向こうにあるからさ、今、お花が見えたからさ、向こう側だな。だって、死んだ場所表示するやつ入れるか、チート。なんだったっけ？あった、ウェイポイントだ、ウェイポイント。ウェイポイント入れましょう。確かこのウェイポイント入れることで、死んでもね、なんていうの、なんか場所がわかる、死んだ場所がわかるっていうね、やつだった気がするんだけど、これ入れてきます。で、待って、どこで死んだのかマジでわかんなくなっちゃった。先にウェイポイント入れておけばよかった。そう、ウェイポイントのね、チートを入れてもね、この、過去、ウェイポイントのチートを入れる前に死んじゃったら意味がないんすけど、あ、ここら辺っぽいぞ、なんか。ここっぽくないか。なにこれ、洞窟か。あー、やばいみんな、完全にやばい。いやー、やったわ。やってる、マジで。待って、もうそろそろ15分経っちゃうからさ、ロストしちゃうんじゃない？もうそろそろ。やばいって、やばいって。やばい。マジでどこに、どこに置いたっけ？あ、そんな時はね、X-ray っていうね、やつがあって、これで、かまどを、オンにして、これで X-ray 使う。X-ray。ほっ。そしたら、かまどだけが見えるようになるんですよ。うわ、かまど生成されてね。かまどが見えれば、そこに僕の拠点があるっていうことなんで、僕かまど置いてたんでね。だから、そのかまどをマジで急いで見つけよう。うん。いや、まあ、一回死んだんだけどさ、向こうにウェイポイントあるわ、僕が死んだところで。これ、あそこは関係ないわ。ここにね、ほら、かまどだけ表示さ、あ、向こうにある！待って。あ、かまどあるじゃん！ちょ、行く。待って。多分マジで、ロスト、今、多分15分くらい経っちゃってんだよな。ロストしちゃったかな。ほら。消えてる！嘘でしょ？は？そう。この中に入ってるとかね、行きます。手ぶらの状態でサバさん行きます。へっ！おー、すごい、なにこれ？アイテムない。あ、
こんな手ぶらで黄昏の森来ることないだろう。あ、家あるわ、家。家、うわ、マジか。も、うわ、何あれ、なんか、え、あそこにデスポイントあるんだけど、何や、バグってるだろう。え、ね、全ロスしたんだけど。あ、しかもタワーあるんだけど。確かこれ4番目くらいのボスだよね。うわ、ほらほらほら。そこね、ボスをね、倒さないとね、確かね、壊せなかった、あ、壊せるわ。あ、そう、壊せないんだよ、そう。ちゃんと段階を踏んでボスを倒さない、だ、って、何こいつ。よし、ノートザンドポンシ、んこれ、あ、冒険者ノート、日本語だからね、黄昏の森って一番最初の敵ボスキャラはね、オーガだったかな。オーガっていうね、蛇みたいな敵なんですよ。え、そいつを倒せばここに行けるってことなのかな。2番目のボスか、割と早い。なるほどね。ちょ、おー、なんでこいつ、なんか見えるんですけど。え、でもちゃんとノートがさ渡せられるんだ。これ黄昏の森めっちゃ進化してるじゃん。チュオ待って、ちょ、まあ、お前がそうするんだったら、私も、ちゃんと抵抗するで、拳で。キルオーラ使います。キルオーラ暗い。クリティカルもちゃんと入れるよね、クリティカルズ。クリティカルズもちゃんと入れれば、キルオーラ暗い。クリティカル&、クリティカルズ&キルオーラ暗い。いや、結構強いぞ、こいつ。よしいやー、めんどくせえ、マジで。で、この家なんだ。あー、なんか湧いてらー。いや、ちょっと待って、なんか湧いてらー。何も入ってない。ちょっと待って、ちょっと待って、これを、こわ、え、何も入ってないの、この建物って。え、ちょっと待って、これだけ見たい。何も入ってない、はぁ。普通に僕、黄昏の森プレイするのね、4年ぶりくらいなんで、本当に。マジでわかんないんだけども、黄昏の森の何が、なんだか、なんだか、ちょっとだけ覚えてんだけどね。ただ、ここなんだっけ。そしたら光る。あっち。は？お、なんだこいつ。あっち、行って、待って、行って、死ぬ、ちょ、ね、落ち着きて、マジで。あ、まあ、お前さ。ほら、酸性振ってるわ、酸性、ほら。で、これに触れると痛いんだよ、酸性に触れると。3体のボスを倒せないと進めないっぽいこと書いてますね。いて。でもこれどうにかさ、なんかチートの力で、どうにか奥まで行けねえのかな。うわ、なんかいる。これ、ちょ、奥まで行ってみようか。ちょ、あ、一瞬で死ぬ。とりあえず一旦戻って、武器集めかな。まあ、ロストしすぎなんだよね、というか。ロストしすぎなんで、今回はまあこんな、まあ今回は中身めっちゃ薄だと思うけど、この辺にして、次回はもう一回さ資材集めて、次、まともにプレイしていこうかなと思います。今回久しぶりの黄昏の森モッドで、いろいろね、ちょっといじめられましたけど、黄昏の森に、まあ、次回はね、逆に僕がやり返しちゃいますよ。はい、ということで、チートすぎるマインクラフト過去ガチ、これから始まります。皆さん、もしよかったらね、ぜひ次回も見てくれると嬉しいです。ということで、また見てください。では、バイバイ。